ありがとう。牛中吉、ありがとう。今日は昨日と今日ちょうどお休みだったのでずっとお家にいました。でもなんか久しぶりにちゃんとゆっくり休めた気がしてて、うん、なんか久しぶりに趣味に没頭することができたのでいい休憩でしたね。でも明日からまたバタバタしそうなので頑張ります。明日今年初の公演予定だったのにインフルになっただって、つら。それはつらい。ストレート可愛い、お休みよかったね。嬉しい嬉しい。髪の毛伸びたな、もうちょっと伸ばしてみようかな。最近さ、インスタとか TikTok でさ、可愛い女の子めっちゃ見るのよ。だからでもさ、その可愛い女の子みんな髪の毛ロングヘアでさ、私も髪の毛長く伸ばしてる。小網神社で買ったお守り、伸ばしてほしい。だってお守りね、私買ってないです。今回めっちゃ並んでたんですよ神社で。やっぱりね、そう、そもそも参拝にも並んで物販にもまた並ぶってなるとちょっとしんどいなって思ってね、お守り買ってないんだ。そう、分かってないね。物販って言わない？あれ物販って言わないのかな、おみくじみたいなところって。やばい、物販って言っちゃった。あれなん、物販じゃないの？あれでも物販みたいなこと書いてあったよ、物販って。まあね、物販っちゃ物販だよね。あ、違う、おみくじも引いてないの。そう、なんかもう参拝と銭洗いしかやってなくって、今回なので、うん、それしかしてないの。みんなすごい、そんなに物販につぼつぼられてる。なんて言うんだろう、グッズではないもんね、お守りって。そう、買ってない。早々のフリーレン、フェルンが好きだけど、何が、シュタルクが好きです。赤髪の可愛い、ああいう子かわいい。おととい親知らず抜いたら食パンマンになった。うわー、腫れたパターンね。私親知らずね、4本全部もう抜き終わったんだけど全く腫れなかったの。まあ腫れ止めっていうのも飲んでたっていうのもあるんだけど、全然ね腫れなくて、よっしゃーって感じ。うん、嬉しかった。赤髪好きね。成人式メンバー見たよ、 SNS で。みんなめっちゃ可愛かった。ティアラつけてのめっちゃ可愛かったね、リーちゃんの。どの子もその子にしかない良さがあって、それぞれ似合ってて可愛かった。よいしょ。メグの成人式エピソード、成人式エピソード、なんか神田明神でその AKB の成人式に参加した時に、
お酒をいただくじゃないですか。あれって飲まなくてもいいよって言われてたんだけど、一気に飲んじゃって私と誰だっけな、荒井由紀ちゃんかな、うん、でなんかうわーってなって飲んじゃった、まあってかーってなった思い出があります。一気に飲んじゃって飲んですごく後悔したっていう思い出があります。はい、そう、地元の同窓会には行ってないですね。当時は行ってないです。そう、でも中学校の同窓会には行きました。そう、てかもうさ、成人式5年前なのやばいね。赤色の晴れ着を着ました。最近お酒は飲んでないですね。早いいな、成人楽しみだろうな。また成人式したいとは思わないですね。あんまり過去に戻りたいって思わないかも。こんばんは。今二十歳に戻ったら何したいとかある？二十歳に戻っても変わらないと思うな、当時と。こここうしたかったっていう過去？あーでもなんか、あるかもしれない。なんだろうな、なんか本当にまだ私が AKB 入って若かった時とか本当に何も知らなかったから、なんかね、いろいろたくさん失敗してきたしね、なんかここもうちょっとこうすればよかったのかなって思うところもあるけど、まあでもそういうなんか失敗が重なって今の私ができたような気もするので、別に私が私自身のことすごく嫌いってほどでもないので。まあもし昔ここをこうしてたらもっと違ったのかなみたいなふうに思うことはあったけど、別にそこまで過去に戻るほどやり直したいっていうのはないかもしれない。わかんないけどさ。そう、ブラッシュアップライフみたいにさ、なんかメグもまた人生やり直せたら何してるんだろうとかって考えるとき、そのドラマ見てたときはさ、
考えてたけど、でも結局なんか同じようなことをしてそうな気がする、うん、アイナナの昨日のライブ私行ってないんだそう、行ってない、最近アイナナ見てないからな他の作品もいっぱい好きな作品がありすぎて、そう、一つのものを貫くことができないんです、私は DD だから。そう、年末にブラッシュアップライフ見たって、ブラッシュアップライフ今ネットフリックスでも配信されてて、で昨日私そのバカリズムさんが脚本された新しいドラマ、なんか1時間半ぐらいあるドラマがあるんですけど、それ1話完結なのかな、それめっちゃ面白かったから見てほしい。なんて名前だったっけな、いい、なんだっけ、なんて名前だったっけ、侵入者たちの晩餐みたいな題名だった気がする。そう、白石麻衣さんも出てるやつ、めっちゃ面白かったよね。え、見た？え、結構見てるってコメントあって嬉しい、うん、めっちゃ面白かったです。スペシャルドラマか、ネットフリックスで配信されてるので、なんかリアタイで 見損ねたみたいな方ぜひ見てほしい。あとね、今期はオッサンズラブを見てる、オッサンズラブ絶対見てほしい。バカリズムさんと会ったことはあります、NHK さんのテストで入弁っていう番組があって、当時16、17歳ぐらいの時に、なんかそのお勉強をする番組みたいなのになんか出させていただいて、そこで初めてバカリズムさんとお会いしました、お仕事で。懐かしいよね。え、当時多分見てくださったファンの方もいると思います。でもね、その番組してから全国握手会行った時に、なんかそのテストで入弁見てますみたいな学生の子とかが、その番組見てますみたいな、そう言ってくれて、すごい嬉しかったのを覚えてる。嬉しかったな。そう、お勉強する、そう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 、テストの花道のやつ、そう、それ超若い時ね、 MT に捧ぐ公演のリハ中ぐらいだったのを覚えてる、なぜか。なんかいろいろやったなめっちゃいろんなお仕事したかも今期でもさ、これからいっぱいいろんなドラマ始まるじゃん。だからまた何のドラマ見ようかなって思って迷ってて、だから今はオッサンズラブしか毎週やってるやつ見てないんだよね。マイナビの CM の跳ねる谷口メグファン、あー懐かしい、マイナビチーン隊って、ね、やってた。うん、いっぱいいろいろ。連休でマジスカ学園とマジムリ学園行き見した。すごい、ありがとう。昔のドラマもたくさんいいのあるよね。ね、そうなの、昔のドラマもね、いっぱいいいのがあるんですよ。大奥もやる、楽しみ。スパイ好きすぎるだって、ありがとう。昨日何食べた？もうおすすめ。見よう。空港線量。あ、あれか。病院のやつが空港バージョンになったってやつか。
あれ見てないんだよね最初の方。ようかな。私ミクちゃんのことあんまり知らないから教えてくださいだって。いっぱい教えます。ちょっと夜ご飯今日ラーメン食べて今消化されてるからちょっと眠たくなってきた。映像アニメは詳しくないけどドラマ詳しいから今度話したいぜ。だって話そう。欲しいね。あーいっぱいある。来週あかわいいさんのドラマ見たいね。おカティオちゃんクマタワーありがとう。オメグが開発した豆乳、あ、豆腐納豆キムチのり試したよ。あ、試してくれた。美味しい。いいダイエット食です。今日はあの北海道旅行の時にお土産で買ってきた味噌ラーメンを、信玄っていうところの味噌ラーメン、結構有名なのかな北海道。そう、そこのね、あの味噌ラーメンを今日はお家で作って食べました。美味しかった。幸せいっぱいです。2024年は何したいのだって。うん、真剣。え、1時間並ぶんだ北海道では。そうなんだ。お土産で買いました。2024年はうーん、仕事とプライベートで分けると、プライベートではいろんなところに旅行行きたいのと、仕事は個人のお仕事をやりたいですね。なんか舞台とか、なんか最近握手会でもファンの方にね、結構めぐちゃんのまた舞台してる姿見たいって言ってくださる方とか聞くとね、また私もやりたいなって思ったし、あとは映像系にも出たいですね。またまだ厳しいかもしれないけど(笑)ラジオのお仕事もしたい。あ、去年劇場公演出演回数トップ10、トップ10だったの私。めっちゃすごいじゃん。すごすぎ。トップ10はすごい。嬉しい。今年も公演ねたくさん出れたらいいなって思います。納豆とキムチは朝混ぜてから夜食べるとなんとか菌が増えて腸内環境が整うらしいよ。そうなんだ。ギターどうする。だってそう、ギターもねやりたいし、なんかいろいろ挑戦したいものがありますね。何から始める。まずは環境とかもね、わかんないけど、どんどん自分からいろんなところに挑戦をしに行きたいなと思います。今年は FC イベントに参加したいですね。まだねきっと私のファンクラブに入ってくださった方で、なんかファンクラブイベント参加したことないっていう方まだいるんじゃないかなって思うので、ファンクラブイベントもたく
くさんできたらいいなって思います。チャレンジの1年にしたいな、挑戦やチャレンジの1年にしたいなと思います。ピアノね、私ピアノむずいです。鍵盤がドレミファソラシドの鍵盤がどれかわからないこの手だけ見ると多分ピアノやってそうな手って言われるんですよね、な指長いから。だけどそんなことなくて、今年は彼女ののろけ話をしに行くためにまず彼女を作ります。おお頑張れ、いいじゃん。今年はめぐちゃんたくさん会いに行く、ありがとう。おたともを作る1年にしたい、大事ね、嬉しい。私のファンの方同士で仲良くしてるのを見ると嬉しい気持ちになるので頑張ります。おめぐちゃんに会えてなくて叶えすぎた、おめぐちゃん不足だって。じゃあまたたくさん会いに行けるイベントしますし、ショールームも頻度増やします、頑張る。ネイル変えた、これは友達がくれたマニキュアにした、今は気分で変えてるの、指先だけピアニね、まだ会えてないね。サスケは私は出れない、そんな運動神経に自信がない。 TikTok いつも楽しみにしてます、ありがとう。そうだ、まだももちゃんと一緒に撮った TikTok アップしてないからアップしますね。イコラブヤの意味の曲は聴いてるの？聴いてますよ。あ、塗るの上手、ありがとう、上手くなった、練習です。イコラブさんの意味さんの曲大好きです、聴いてます、めっちゃ聴いてる。みんな顔かわいい、想像以上みたいです。やります、ダンス部で、ダンス部でやります。今年はたくさんめぐちゃんに会えるといいな、だって。みんなありがとう。内藤さんベルト取ったね、なんか見たよそれ、おめでとうございます。どっかで見た、全然最近プロレス見れてないけど応援してますー、明日公園行くね、キャン待ちなのでお見送りだけかもだけど。あ、キャン待ちの場合ってさ、お見送りだけ参加とかできるんだ、知らなかった。知らな、初知り、待ってます。みんな日プロス、みんなまだ日プロス、そうだよね、私も辛いです、気持ちを。日プの時だって、私の新年の初夢聞いていただいてもいいですか。夢にその日プやってた時に応援してた子が初夢に出てきた、可愛かった、幸せな初夢、ちょっと幸せな初夢すぎない、本当に嬉しい。1日の夜に見たかどうかは分からないけど、ちょっと本当に幸せな気持ちで目覚めて嬉しかったです。いい夢、マジただただ幸せな初夢でした。皆さん初夢見ました？本当にね、幸せな初夢だった。
そうだからファンの方もきっと夢でメグが出てきたら幸せな感じで目覚めるんだろうなって思うと、なんかすごいその気持ちを理解することができて、なんかまたファンの皆さんの気持ちを一つ理解することができた。素敵、いい一年になりそうな、すごくご利益の、何かご利益でもありそうな夢でした。あ、サッカーしてる夢とか、あ、見たよ見たよ、ヤクルト戦のおかげで変な夢でしたが、だって忘れました、だって FC イベントの会場でメグちゃんと話してる夢だった。あ、幸せじゃん。え、夢に、今日夢にメグ出てきたよ本当に、だって初夢まだの方もいる。初夢見てないのでおメグの写真集を枕の下に敷いて寝ます。本当にメグの夢見れるのかな、それすごい。職場でスマホを探す夢なんか地味かわいそう、めっちゃおもろい。ピンポン入った夢、あ、それ幸せだね。一度メグが夢に出てきたことがあります。へー、あ、ゆなもりょんこん今日だったのね、お疲れ様です。え、枕の下にさ何かを入れて寝たらさ、その夢になるのかな。やったことないんだよねそういうの。そうなんだ、じゃあ今日の夜やってみようって話して、今日の夜になった時にいつも忘れてるパターンなんで私の場合夜派のボックスを枕にしますって、うん、夢に全然面識ない人が出てくることない、ある。なんか知らない人全然出てくるよね夢って、不思議。起きたら写真ぐちゃぐちゃになるのが怖いね。怖いよね、枕でなんか寝返りとかしてなんかくしゃ。なこちゃんのアナザースカイを見てたらプニュの合宿所が映ってメグさんを思い出しましたよ。あー、リアクションのね、すごい。てかアナザースカイ出るのめっちゃすごい、リアクション。そうだからさ、プニュのさプロデュース48のリアクションてかその生配信やってた時、コメント欄ほとんどハングルでびっくりした。そう、こんなにもショールームって影響があるんだって思ってびっくりして、でも嬉しいし、まあ、これも一つの、まあ、チャンスじゃないですか、私のことも知ってもらいただける。だからこのメグルームっていうこのテロップのところに私のインスタのアカウント貼ってそう、インスタのアカウント貼ってめっちゃ宣伝してた自分あの時。あ、もちろんプロデュース48の配信はね真面目にね、ちゃんと番組も普通に楽しく見てるけどそう、当時でも本当にそれでフォロワーめっちゃ増えたんですよ。え、あの私、え、増えたのだから、そう、なんか私まで嬉しい気持ちになった。だからさ、プリューが配信してる時間帯って日本すごい深夜だったから、そう嬉しかったなって当時覚えてる。懐かしい。
懐かしいね、リアクション。なんかいろいろやってたね、なんかいろんなことやってたな。当時まだめぐちゃんのこと知らなかったんだけど、リアクション集 YouTube のショートで見た。恥ずかしい、ありがとう。すべてが懐かしいね。世界選抜総選挙とかめっちゃ懐かしい。あったね、そういえば。いやあったわ、こんなことあったね。すごいな当時。でもさ、今はね、なかなか48グループで仕事をすることがなくなっちゃったからさ、あの姉妹グループのメンバーと会えなくなっちゃったのが、何か仕事で一緒になったら会えると思うけど、なかなか会えなくなっちゃったのが寂しいなーって感じます。翌日握手したのね、なんかいろいろね、大変だね。成人式もね、前まで、いつの代からだろうね、コロナ禍になってからか、別々でやるようになったのは。そう、千尋ともなかなか会えてなくて寂しい。なんか根も葉もの時かな、歌番組で大阪で生放送みたいな時があったんですよ。でもその時にね、あ、 NMP さんも出るから会えるかなって思ったら事前収録がなったみたいでね、会えなくて、だから結構会える機会がなくて寂しいですね。もっと昔からおめぐを知ってたかった、だって。嬉しい、そうやって思ってくれるの。今からでも遅くないよ、今からでも遅くないよ。握手会の時とかさ、毎週会えてたもんね。そういえばね、いろいろあったね。過去の動画をあさって頑張って知ろうとしてる。ありがとう、そんなね、嬉しい。なんか少しでも私に興味を持ってくれてることが嬉しいよ、嬉しいよ。みんなそういう風に思ってくれてるんだ。めぐちゃんのこともっともっと前から知ってて現場に行けてたらと思うと悲しい、だって。ヒゲググのインタビューの時からめぐ見てる、だって。めっちゃ懐かしい、あったね。そんなのいっぱいあったね。ねえ、みんないろいろありがとう。過去を知ろうとしてくれてありがとう。でもそんなに、なんかもっと早くから知っておけばよかったみたいな感じでなんか思わなくてもいいよ。そんな謝ることではないし、むしろ私はこの今になってなんか私のことを知りたいって
思って興味を持って配信見に来てくれるっていうことがもう私にとってはもう本当に本当に嬉しいので、今を一緒に楽しんでほしいな。あ、有吉共和国から見てる、懐かしい。そう、出させていただいてた。でもやっぱり一番のきっかけは劇場かもな。今のメグが一番良き、ありがとう。握手会でショップの店員してた時可愛かった。握手会でなんか店員なんかしてた時あったっけ。今日の大丸チャレンジでめぐちゃんゲットしてきた、だって。 ありがとう。え、大丸さん皆さんね、たくさんね朝から並んでねくれたりとか、お疲れ様、本当にいろいろなんか嬉しいよね。愛が、愛を感じたよ。全国握手会でイジリーさんに谷口式って言われていた。谷口式ってなんだろう、何のやつだろうな。4時から並んだの、私が寝る時間じゃん。すごい、いい、みんなありがとう。ねえ、いろいろあったわ。もっと公式が YouTube におめぐのパフォーマンスの動画を上げてほしいですね、だって。それもう公式に訴えて、じゃあ。いっぱい言って。新年早々腰がやられちまって歩けない、だって。パワー注入した。始発から並んで無事ゲットできたよ、だって。ありがとう。ふやー、みんなすごい。ユーナーもリオンコンワってようやく見れた。あ、お疲れ、ありがとう。永遠にめぐちゃんのラベンダーフィールドオタクでしたって、嬉しい。でも最近さ、去年のさ武道館コンサートでラベンダーフィールドがさ、そのリクエストアワーではもちろん11位でめっちゃいい順位で踊れたのも嬉しかったのと、あとあの武道館の3日目かなのなんかコンサートの時に、全体曲としてラベンダーフィールドを披露できたのがすごく嬉しくて、幸せだなって思った。こんばんは、だって。こんばんは。メイクの書き初め写真撮ってきた、だって。嬉しい。今後の新しい公演の瀬取りにラベンダーフィールド入ってたら嬉しい。ん？でも新しい公演、劇場公演ってあれ全部書き下ろしじゃないの？わからないけど。劇場でラベンダーやる時のラベンダーの香りも誤ってマジで好き。え、劇場さラベンダーの香りあるん？え、あれさ、メンバーからはさあんまりラベンダーの香り感じることなかったんだけどさ、やっぱファンの皆さんには、あ、なんかラベンダーの匂いするなみたいな感じてましたか？
私あんまりねラベン、あ、花が鼻詰まってたのか分かんないんですけど、私あんまりラベンダーの香り感じれてなくて、当時 MT やってた時どうだったんだろう。いやでも MT に捧ぐ声は演出がすごく豪華ですよね、華やかだなって感じる。あ、ゆいりちゃんのねプロデュース公演でね、それはわからないセブンティーンとか劇場で聞きたいなね。セブンティーン大好き。ゆきりんさんがプロデュースしてた僕の夏が始まる公演で初めてセブンティーンやったんだけど楽しかったな。今でも君が一番だ、卒業アルバムの右の端、懐かしい。僕夏、僕夏またやってほしい。だって楽しかったよね。私のプロデュース公演もう私は市場を挟んでしまいそうだ自分がこれ誰々と誰々のこれが見たいからこれを入れましたみたいな感じ、もう私ファーストで選んじゃいそう多分プロデュース系向いてないでも私だったら初日好きだから初日入れたいな。おめくの僕隊めっちゃ好きだからずっとやっててほしいな。だって、嬉しい、そんな風に言ってくれるなんてミネルヴァも楽しかったね、いろいろあったね。あの夏の防波堤、でもあの夏の防波堤すごく好きだよ私、可愛い曲が。あの夏の防波堤、なちゃらかちゃらららららら、メロディーがいいよね、なんか夏っぽくて、なんか海辺で裸足でサマーみたいな感じの MV 撮ってほしい裸足で制服着て、ブレザーの制服着て、だけどシャツ、半袖のシャツとスカートだけで、なんか裸足で踊ってほしい可愛いだろうなじゃなくて防波堤だった最強ツインテールこの前初めて聞いててめっちゃ可愛かったね。最強ツインテール大好き私も。ダンスめっちゃ難かったけどね、武道館の時にヒーヒー言いながら覚えてたよ最強ツインテール。本当にでも覚えるまでがなんか完全なダンスナンバーっていうよりは覚えるまでが難しいけど覚えたら楽しく踊れる系の曲って感じ。最強ツインテールはそういう系の曲いっぱいあるんだよね。そう、和天狼の距離も入れたいね。前のそう京香ちゃんの卒業公演で最強ツインテールフルサイズでやったんですけど、今後なんか大きいコンサートとかで最強ツインテールフルでやりますって言われた時も私めっちゃ胸張ってリハ参加できる本当にマジ胸張ってリハ参加できるぐらいめっちゃ練習してよかったって思って、最強ツインテールかかってこいって感じですフルサイズ全然いきます私、自信持って踊れます快速と動体視力も好き、いいよね大好き。
対策は止まらない、テテ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 、まだまだ一瞬だけの方の上いう姿、テテ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 。ヤングコンサートの時にね、ヒーヒー言いながら覚えてた当時大好き。快速とどうだしよ、期間空いちゃうと振り忘れないの？振り忘れる時もあるけど、あんまり私そういう振り付けを忘れるってことそんなにないかもしれないな。あ、意外とできるわみたいなこと感じることはありますね、私振り付けに関すると。二人乗りの自転車好き。二人乗りの自転車も、二人乗りをした自転車のその後ろ、はじめまして、はじめまして、初恋は身の名もない、かわいいよね、うん、かわいい。家出の夜も好きです。もともと私家出の夜好きで、なんか自分でセットリストを組める何かの機会があったら、なんか家出の夜やりたいなとか思ってて、そしたらまなみちゃんの卒業公演で家出の夜ができて嬉しかった。ここバイクが好き。ダーンダララダーンダーン、大好き、楽しかった、こみ上げてきた。傾向的にチーム B の曲が谷口プロデュース多そう私チーム B の歌が好きなんかな、私。でも一番長く在籍してたの B なのかな、え、どうだろう、チーム A どんぐらいいたんだろう。チーム A と B が同じぐらいか、でチーム4ちょびっとって感じだったから、ほとんど私はチーム A とチーム B で育ってきました。うん、めぐちゃんといえば摩天楼か 100m コンビニ。なんで 100m コンビニなんだろう、嬉しいけど、好きだけど。スクラップ&ビルドは私が仮研究生の時に課題曲でやってた曲なんですよ、実は。だから踊れるの。ベイビースクラップ&ビルドだ、ベイビー全部壊そうぜ。大好き、スクラップ&ビルドもいい歌だよね、大好きです。チーム A 出身ってイメージだよ、だってね。私メンバーにもメイクさんにもメグはチーム A ってずっと言われてきました。嬉しかったですけどね、やっぱりそうやって印象に残ってもらえるくらい頑張れてたのかなって、そう思ってたので、それはね、私の一つの証なのかなとも思うので、そういうイメージがあるのは嬉しい。あとチーム B のイメージもあるよって方も結構いて嬉しかったですね、うん、ヤッホー、だって世界が変わりすぎて困り果ててた。あ、それは大変。めぐちゃんはいつも、私はいつも通りですよ、変わらず。シアターの女神公演アーカイブで見て人数多ってなったね。そう、16人だったからね。もう52分、早くない？私9時ぐらいから始めて、普通になんかボケーってしながら楽しく話してたらもう1時間経つ、早いね。めんどくさがらずに風呂入ってね。わかりました、風呂入ります。隕石の確率も好き、天文学的な、だだだだだだだ、学者たちも驚いた。エフィフスのめぐちゃんまた見たね。錬金大好きなんだけど、私錬金またやりたい。長い光よ永遠
何億かね。明日の声も楽しみ。明日で年変わるから素敵な一日でしょ。チスちゃんおめでとう。早いけどフライング誕生日、フライングハッピーバースデー、パンバカパン。これで私が一番目にお祝いしたってことでMT、 あ、錬金やりたい、錬金やりたい。涙の深呼吸大好き。涙の深呼吸名曲だからマジで聴いてほしい。トゥ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 、涙の深呼吸。私5ポチできるよやばすぎめっちゃやってた。5ポチできます。錬金任せろって感じですね。マルキュー懐かしい。傘さえ持たずに雨の中を飛び出した。出遅れた、まだやってる。だってやってる、やってる。でも10時ぐらいでやめちゃうかも。黒い天使いっちゃん好きかも。そう、私当時ね、黒い天使と真夏のクリスマスローズ以外のユニットはやってたんですよ。だからもしやるってなったらどっちかやりたいな。渋滞してる夜の高速で、助手席のドアげぐる降りた。真夏のクリスマスローズはバックダンサーできます。真夏のクリスマスの白い花、ドゥ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 、めっちゃできる。あとスコールのバンクダンサーね。やってた、懐かしい。君に会うたび恋をする、大好き。だって二回恋をしたうの胸の奥で、眠ってた時が目覚める。ああ君が微笑むと切なくなるんだ、何も言えずに。懐かしい。おお、ミラーボールが回ってる。今更ですが、最近聞いたよねの運動会の時のメグさんの可愛さに震えてました。って、嬉しい、ありがとう、嬉しすぎ。なんか最近聞いたかもの運動会で、なんからへんから自分が一番先輩だなって思う現場が増えて、どうしようってなってたんですけどでも別に私はね、そんなに先輩って思わない方が頑張れるので、いつも通り楽しく楽しく。やりました。楽しかった。でも運動会楽しかったよ、なんだかんだ最初はちゃんと引っ張れるかなとか、なんかどうしよう不安だなって思ってたけど、みんながたくさん頑張ってくれて私も楽しくできました。プレゼント受け取れましたよ。鏡ありがとう。皆さんたくさんのプレゼントありがとうございます。かわいいの。もう58分だ、そろそろあれしな
くしゃみ始めいただきました。可愛い柄の、あ、なんか後ろの汚いお部屋が映ってしまいそうだったからやめよう散らかってる、私のこの画面越しの背景がちょっと散らかってる部屋が映ってしまいそうなんで一瞬にした。女の子は可愛いか可憐さアイドル曲しか好きじゃなかったのに、めぐちゃんでそれ以外も好きなんだって、嬉しい。学校の頃運動会は普通でした。なんか私は運動会で食べるお弁当が一番楽しみだったんですよ。なんか小学校の時の運動会で食べるお弁当ってなんか特別じゃないですか。すっごい美味しいんだよね。そうだから、そう、なんか運動会が楽しみっていうよりかは運動会で食べるお弁当を楽しみに、私はそれをモチベに運動会頑張ってた。わかるよね。シナモンのねぬいぐるみさんもありがとう。皆さんいろいろありがとう。小学校は給食となんか遠足とかの時はお弁当でした。ママのお弁当で一番好きなおかず、ママのお弁当で一番好きなおかずなんだろう。卵焼きなんか私の小学校時代ってまだそこまでなんかキャラ弁みたいなのが流行る前とかの時だったのかな。まだそこまでなんか世間的にキャラ弁っていうのが浸透してない時だったんだけど、だけどキャラ弁ではないけどキャラ弁っぽくお母さんが可愛く作ってくれてたの、お弁当のなんかご飯のところに卵焼きをハートとかで型でくり抜いて、でなんかいろんな彩りをつけてくれて、なんかすごいお弁当、いつもメグのお弁当いつも可愛いって言ってもらってた。そんなねすごい自分のお弁当に優越感に浸っていた小学生時代でした私の過去の自慢、私がすごいんじゃなくて私のママの自慢話でしたそう、私の自慢のママエピ、ママエピね、ミニトマト入るよね。お弁当箱は私は何のお弁当箱使ってたっけな。でも中学に入ってからはまたお弁当生活になったので、どうだろう。ポンポネットのお弁当箱使ってたかも。ポンポネットめっちゃ好きだったの。なんか水色の二段お弁当箱だった。で中学の時はもうキャラクターの弁当箱じゃなくなって、普通のなんか二段のねお弁当箱だったんだけど、それだけじゃもう私部活めっちゃやってた子だったので足りなかったんですよ、お弁当が。だから二段お弁当の二段におかず敷き詰めて、でおにぎり二つ持ってってた中学の時。めちゃめちゃ食欲旺盛すぎない、私の中学生時代めっちゃ食べてました。そうでも本当にすぐお腹空いちゃう。私新体操部やってたんですけど、そうめっちゃ食べてた。ほんと運動部って本当にお腹空くの、すっごいお腹空く。まあ売店とかもあったけど、そうだね中学の時もあったん、そのだからたまに売店でお弁当も買ってたけど、でもほとんど親が作ってくれててありがたいですよね。本当にありがとう、お母ちゃんありがとうなんですけど。そうなの、
あったなあ、そんな時。またメグのリボンみたいな AK ビンゴで検索したら見れるんじゃない私の新体操やってる姿が。恥ずかしいけどね、もうへったくそだったけどね今思えば。じゃあそろそろショールーム終わりにしようかな。なんか最近さ、ショールーム見に来てくれる方がすごい増えててびっくり、嬉しい、ありがとうございます。もっとちゃんと可愛く、可愛い格好をすればよかったファン増えた、嬉しい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあランキングを発表しますね。はい、13位はやや、12位たかひろあとめぐだまし、11位愛知のいちご、10位うっしー、9位一乗寺ひかる、8位あきちゃ、7位りゅうりゅう、6位ジェームス、5位とし、4位陽一、3位たけ、2位ポンコツ公務員、そして1位がかきおです。皆さんショールーム見てくださってありがとうございました。なんかめっちゃ激ゆる配信だったね。真面目な話はしてないけど、なんかいろんな過去を振り返れて楽しかったです。過去振り返り配信ありがとうございました。また配信するね。じゃあ10秒だけスクショタイムしよう。このポーズしてたね、みんな今日成人式の子たち。これしよう。はい、あ、余震怖いので配信は安心してます、ありがとう。こちらこそ。なんか少しでもこの配信が皆様にとっての癒しでいたら嬉しいです。皆さんまだまだ余震など続くと思いますけど気をつけてね。あれ止まっちゃった。あれ、あれ、ん、あ、やばい、ん、あ、切れてなかった。なんか配信中に私の携帯の画面が固まっちゃって、え、どうなってた、え、変なの映ってなかった、え、私の散らかったお部屋たち映ってなかったよね。目が回る、あ、よかった、縦になってた、よかった、私の散らかったお部屋が映ってなかったようで一安心ということで、これで切ります、うんはい、じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。